北領南和とは、明の火星帝の時代に、南北から明朝が外敵に脅かされたことを指す。北領は、モンゴル人、南和は和光を指す。火星年間を通じて、中国は、こうした外敵に悩まされ続け、明の統治面での問題点も多く白日の下に、晒されることとなった。後部帝によって、北方の草原地帯に追われた元の残存勢力は、北元となったが、 後に分裂してオイラトとタタールの二部を形成した。初期はタタールが衰退して、オイラトが覇権を握り、中国北辺の最大の脅威となった。1449年、オイラトの衛戦大使が民と戦い、政党三角を捕虜とする大勝利を挙げた。その後モンゴル人は一世紀にわたり、頂上の内側に勢力を保った。その間に、タタールがオイラトから主導権を奪い、 その中のトゥムドブのアルタンが、火星年間に大勢力を築き、中原に進出して、民を脅かすようになった。火星25年、アルタンはハーンを称し、民に和平を結び名への入港を認め、五死を開くよう要求した。上皇貿易は、中国王朝である民側が一方的に損をする貿易であり、拡大のモンゴルの指導者はこれを利用して莫大な、 富を民から奪ってきたのである。火星帝が要求を拒絶すると、火星29年6月、アルタンハーンは大道を蹂躙し、北京を包囲するに至った。この時は、脅しだけで撤退したものの、翌年には、民と再交渉して、死を開かせることに成功した。火星32年以降、民の北辺のアザミや両寧といった地域はしばらく、平穏な状態になった。 高吉四年、アルタンハーンは民軍に投降したワゴノバガンナギを救うため、明朝と交渉を行った。翌1571年に合意に至り、明朝はアルタンハーンを順序王に封じ、北辺21の市を開いて貿易することを認めた。これ以降、民とタタールは正式な君親関係と貿易関係を保ち、民の北部、西部辺境は安定期を迎えた。 これ以降、北漁と呼ばれた他編の相友は一世紀の間、沈静化した。次に急変人と呼ばれる頂上の首取リデに、呪しが上がるのは、女神が勢力を強め、身長が勃興した時のことである。和光の活動地域15世紀前半の永楽帝地下の名は、テ和の西洋下りに見られるように、海外進出に積極的だった。 しかし、英楽カドの孫の戦徳カドは方針を逆転させ、解禁政策を取った。唯一日本は、看護を用いた、超高貿易を許されていたが、これも1523年の寧波の乱によって、破滅的な終焉を迎えた。また全く同時期には、南方から進出してきた、ポルトガル人が、九流半島のタムロモンを占拠する事件が、発生するなどして、 中国宴会は秩序を失い始めていた。明政府が対外貿易を取りやめたため、日民貿易に従事していた会商は大打撃を受け、海賊化した。こうして登場した高気和光は日本人ばかりによるものではなく、むしろ王た氏のような中国人が主であった。小宗乗関継ぎてる、湯太雄といった名称の活躍により、火星年間の終わりには、 和光は下火になっていた。同時期に発生した北陵南話により、火星三角の時代の民の返境は、危機的状況にあった。高吉三角の時代になると、名は折れ、答え風味次に見られるように解禁を緩和し、限定的な貿易を認めたため、北陵南話は、一応の解決を見た。平山とおとり子的民族英雄、関継てる。中国大衆も、 二千十五年1月7一月七日閲覧。明星祖遠征幕北の戦。中華毛軍事。二千十五年1月7一月七日閲覧。北元毛孤略史、東方民族毛、二千十五年1月7一月七日閲覧。盲盲。明朝滅亡。総取り、盲古的失敗。人民毛、二千十五年月一月七日閲覧。王皇、両文朝。論、高吉時期。 南和国領問題的緩は、節州市販学院学法。ありがとうございます。